寝てた？いや、枕の跡がついてる。うん、うん、寝てた。気分転換にお芝居でもどう？ラブレスやってるんだって。チケットあるんだけど。いいな。その後ゴンドラもどうかな。いいコースだ。うん。下へ参ります。いらっしゃいませ。劇場までお越しください。観劇のお客様ですか？特別プログラムとなります。演出の都合上、開演後の入退場はお断りさせていただいており、お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーナー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか？Superstess in
ジェシー、綺麗だったね。ああ、世界一の女優だ。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり歌を進行します。悪夢を打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた精鋭な人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。進むべきか、とどまるべきか。今こそ鎖を断ち切り、飛び立とう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、助
ここに。悪い予感がして、女神様のおぼし召しかな。慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。オイラはバルバドス様の相棒、地獄の番犬ガルム。その貧弱な盾でオイラの鋭い牙と爪を防げるかな。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと。ごきげんよう、勇者アルフリード。私は死がない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ざれ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。ドラゴンの方向におののくがよ。
汗握る展開でございましたが、どうにかこうにか勇者の面目を保ったようです。かつて道を耕えた友達への思いが彼をかろうじて支えているのかもしれません。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか？エクセレント！この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛。勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び、足を踏み出すのです。翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。アルフリード、ありがとう。世界を救ってくれて本当に英雄みたいだった。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも
絶対に死なないで。もちろん、ここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Till the day that we meet.
エアリス、最高だったね。私の友達だよってみんなに自慢したくなっちゃう。ティファの歌もいつか聴かせてくれ。え？本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。まだ時間あるね。ゴンドラも乗っちゃう？本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイール。これってハンドル？回せばわかる。よっと。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。
アリスには話したのか？エアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか、まだ好きなのかな、エアリスはザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか、いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。そろそろ戻ろっか。あ、あ。というわけではない。古代種の神殿こそが約束の地である。その説は昔から根強くあった。古代種が行こうとしてるんだし、絶対そうですよ。泳がせて正解でしたね。キーストーンは本日行われる特別興行の賞品になるようです。いかがされますか？方法は考えてやる。勝つのは俺たちだ。